分花尾義郎の音楽魂。はい、こんにちは、加納よしろです。一週間ご無沙汰しております、加納よしろの音楽魂。今日もね、おなじみ、高橋誠さん。あ、どうも。こんにちは。よろしくお願いします。はい。どうでしょうか、実後の。もう全然。ねえ。もう全開。バリバリですよね。バリバリです。二日で退院してきたんだから。お腹切って。ね。いや、急性、ね。急性中水炎。中水炎。でもバリバリですよね。全然バリバリです。ね、はい。もう元気がいい高橋誠さんでございますけどもですね、今日もよろしくお願いいたします。はい、松下俊美さん、こんにちは。はい、よろしくお願いします。今日は、僕らここに、ね、控えてますけどもですね、ちょこちょこね。いかがでしょうか、今日の調子は。超普通ですけど。なんかほら、花粉症がね、私は全然ないですよ。大丈夫？うん、全くない。すごいね。全くない。やっぱ四国の人はあんまりなんない。ない。野生の人だ。野生の。僕もほら九州ですからね。ね、うん、うん、もう。野生の人が生まれたね。ということでですね、今日も楽しくお届けいたしましょう。うん、今日はね、早速ですね、今日のゲストをご紹介しましょう。はい、カトマンズの お三人です。イエイ。皆さんこんにちは、カトマンズ。ありがとうございます。じゃあね、早速リーダーのね、加藤さんから、メンバーを紹介していただきましょうかね。はい。ギターとボーカルにナオトマン。ナオトマン。ナオトマンです。よろしくお願いします。ナオトマン。ナオトマン。うん。それで、カトマンズっていうの。そう、僕加藤でナオトマン。はいはい。で、足してカトマンズというね。なるほどね。全くネパール関係ない。カトマンズになんかね、カトマンズで作ったとかそういうわけじゃないです。最初は結婚式の余興で、だから名前も適当につけてやったの。そしたらやったところが面白いから、もうちょっと続けよう。で、パーカッションも友達でいるからと。で、高校の同級生で連れてきたのがアッキーでございます。アッキー、はい。アッキーさん。はい、こんにちは。いえいえ、ね。カスカスじゃん。カスカス。どうも。いいね。ということでね、今日はね、曲から行こうと思ったんだけど、本番始まってちょっと気が変わった。流れがまずね、ご紹介しようというね、ことで、早速ね、はい、このグループのね、素晴らしいハーモニーもありますしね、曲、生演奏はね、今日ちょっとやっていただきたいと思いますけども、生演奏楽しみにしてきましたよ、ね、何がやりますか何がやりますか、何をやりますか、カトマンズがやりますか、うん、カトマンズのなんていう曲、今僕らレコーディング中なんですけど、うん、その前に作った CD があって、うん、そのタイトルトラックサバンナという、サバンナ、サバンナで人魚がね出る時があるんだって、うん、誰か主演来てる、いや全然なんか可愛い子ちゃん、可愛い子あれなんいいね、OL さんのランチュー、ランチュー、アッキー俺と一緒だ、アッキーうまく人種が一緒だ、一緒かもしれないね、可愛い奥様がまたとありがとう、あ同じだ、いいですね、とりあえず行こうよで、はい、ギターソロ誠さんが参加してくれて、いきなり来るの、いきなりですか、やってみましょうか、音楽魂でさ、行きますか、じゃあ行ってみましょうか、はい、アフリカのサバンナ、サバンナ行きます、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、星明かりのサバンナ、ただ一つのバス停、カバブヤク香り水たまりの宿り、たまよりの少年、深夜に夕日と赤い大きな花、青い輪郭もえ、サバンナの伝説、幸せな秘密と
は走りゆくよ。いいよね、カトマンズね。僕もね、あの以前一度ね、見に行く、あれどこだっけ、あれ根津のアルタイっていう飲み屋なんですけど、行ったね。歌詞はあそこのママが書いてる。ああ、そうかそうか、そんなこと言ってたね、そういえばね、ほうほうほう、これ素晴らしいよね。覚えてるのかよ。覚えてるよ。あ、俺、あ、すごい強力にあのイメージが、あのその時ね、うん、あったのよね、思い、だから、あのいつかね、ご紹介しようと思ってたんですよ。それで、なんかあれですか、そのレコーディングは今ねやってるっていうことなんだけども、どんな感じ？ね、うん、4曲ぐらい入れようかな、うん、でこういうバンドなんで、うん、一発撮りでやって、うんうん、で前に声も一緒に撮ったんですよ、うん、だやっぱりバランスがミックスするときにちょっとあれかなっつんで、こうやって口上げてこうやって、あ、ラジオ聞こえないんでね。口を開けて歌っている感じで、うん、で演奏だけを取って、なんかまあ全部ワンテイクとかそんなでしたけど、うん、あ、そうなんだ、うん、そうかそうか、うん、でまあライブ活動とかもね、うん、やられてて、あの、はい、あれ、あの、か、彼がお店かなんかをなんか始められたっていう、それ宣伝しちゃっていいんですか、ね、な、何さんでしたっけ名前、ナオトマンです。ナオトマンね。ナオトマンがお店始めてっつって、あのなかなかね、僕もね、あのそのほらこの間って以来ね、はい、だから結構お店の方が大変かなとか思ってね。あ、そんな声もちょっとかけ気使っていただいて本当申し訳ないです。ありがとうございます。この目がもう完全に死んでるんで。いやいや死んでます。最近忙しいらしいです。いやいや忙しいというか、どこよお店。あ、お店は都立大学。都立大学どこ、なんていうとこ。都立大学の渡辺商店っていう、あの日本酒カップ酒を置いてある。そういうお店やってんの。飲み屋さんをやっております。いいね、はい、そんな高くないんだ。じゃあ、カップ酒ですからね。え、はい、でも意外とあの美味しいカップ酒を揃えてるので、もうこだわりのカップ酒をね、はまあ本当まちまちというか、全国各地から取り寄せ、高いのから安い。あ、そうなんだ、はい、じゃあぜひね今度行きますよ、はい、ぜひぜひね。え、うん、立ち飲み屋じゃないでしょ。立ち飲みもできます。本当、はい、最近あ、椅子もあります。あ、本当、はい、椅子ありますね。まあでもね、いろんなことをやりながら音楽を続けてね、素晴らしい、あの個性的なね、方々ですけども、加藤君ってね、もともと写真を撮ってて、僕はそれでね、うん、あの知ってるんだけども、加納さんの写真も撮らせていただきましたね。そうそうそう、うん、それでね、吉田よし子さんのアルバムジャケット、うん、あれなんだっけ、なんていうタイトルだっけ、4分の3あたり、 あたり、うん、それもそうだよね。うん、あの鳥は嫌いなんだって本当は。あ、らしいね。嫌いなんだったら
持ってみとか言って、ああそうか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 、いい顔が撮れました。なるほどね。あのでもそれは古いの、結構写真は古い、初めてですか、うん、もう25年ぐらいですか、ね、そうだよね、商売してから。だって昔 ARB のなんかやってたんでしょ。 ARB の終わりの方はまだアマチュアだったんですよ。でも撮りたいなと思って、でチッと、うん、チッタとか言って、うん、かましなべないじゃん俺ら、なんかその、うん、女の子の前じゃないしさ、うん、でこう撮ったりとかして、うん、再結成をしたロフトのライブで、うん、その時もうプロになってて、うん、あそう で、うん、で雑誌の取材で入れてちゃんと撮ることができて、あれちょっと嬉しかったですね。うん、いろいろウォッカも撮ってんだよね。あ、だからちょっとびっくりしたんだよね。だからそういうまあ出会いがいろいろあってね、あのまあたまに飲んでるっていうね感じですけども、カトマンズね、ちょっとだけでも CD 今日あるんで、はい、聞いてみますか。先ほどね山田さんにこのハタリっていう曲をお願いしてたんですけども、ちょっと変更しちゃっていい変更するタイプ、うん、そうそう、モンスーン聞いてみようか。あ、はい、いいですね。モンスーンという曲をちょっとかけていただけますでしょうか。中も音を押し、素晴らしいね。あのこれはちょっと前らだけどもね、悲しい感じもするんだけど、なんかこう大陸的なね、やっぱり広がりがね、はいはいはい、あるね、すごくね、すごいですね、ちゃんとちゃんとちゃんとなんだよ、ちゃんとあの組んでくださいますね。いやいや、あのね、すぐわからないと結局自慢になっていく。そうだね、だから今ちょっと何て言おうかと思ってこれジャケット写真もね、あの加藤先生の写真に、ね、サバンナで撮ったやつが、ね、はい、上野の上野のサバンナ、素晴らしいですよね。これでもこういう感じで手作りでさ、自分たちでこうできちゃうっていうのはいいよね、うん、なんかね、これバンドを結成してどれぐらいになるんですか。今ですか、うん、7年ぐらい。あ、本当。3人になって3人になっては3人になって、まあ、大体7年ぐらい、割とすぐに大体だったもんね。そうですね、素晴らしいですけどもね、まあ、あのそれぞれなんかその要するに僕なんかほらソニーかなんかでオーディションで歌って、あの音楽でこう食うためにこう連れてきたりなんかして、まあ、はい、食えなくていろんなことを
あの下町で和菓子職人やった時代もあるし、いろいろあるのよ。あるんだけど、なんかね、今はこうラジオもそうだけどやってて楽しいんだよね。あのだからこうやって音楽を楽しんでるね人たちとまた出会うし、でカトマンズっつってもほとんどの人知らないわけよ、うんうん、でもそういう人たちをねご紹介する、もちろんもともとあのこう有名な方とかあのアイドルの方とかもねお呼びしたりもするし、うんうん、あの演歌系の方もねいらっしゃることもあるし、でもやっぱ音楽魂っていうのはそういう人たちをご紹介する番組っていうことをね僕は新年にやらせてもらってるんですけど、やっぱね楽しみだよね。カトマンズがほらね、もうそんなに若くないのにおっさんいい年だよ、ね、このおっさんがやってるのって結構価値あると思うんだよね。ねえ、あの俺ねえ何ねえ もっとおっさんだからな、ね、もうおっさんには負けないよ俺は、ということでね、今日はカトマンズのね、お三人、いらしていただいてますけども、あのファックスなんかお便り来てますでしょうか、松下としみさんの方からご紹介いたしましょう。こっち皆さんこんにちは、寒暖差による体調不良増える時期ですが、誠さんも体調は戻ってますか。はい、チャーリーさん曰く誠ラマンなんであんまり心配してないけどってことですが、今日のゲストカトマンズの皆さんようこそ。はい、初めまして。これ博多の方ですね。おお、うん、あのこれはもういろんな地方の、ね、方もね、あの聞いていただけるようになりました。もうこれ10年かかりましたから。素晴らしい、偉いもんです。10年毎週やってるよ。すごいですさすがです ね、 ね、いや、うん、動画を検索していましたら、はい、カトマンズでね、最初はネパールの画像ばかりでした。とにかくすいません本当に申し訳ない。ネパール、うん、そうなんだ、はい、とにかくあ、そうだね、楽しんでる感じが素敵ですね。ちょいとオイラが大好きだったジャマイカンフォークのジョリーボーイズみたいなところもあるけど、いい、ね、カバーのサウンド、サウンドの解釈が、独特で素晴らしいと思いました。あ、嬉しいですね。今日はレギュラーの方々の温かい空気の中でもっきり楽しんでくださいね。温かいですよ。ちょい切り込んでくるピリ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 来週の土曜日は皆さんライブが待ってますね、はいはい、先ほどの話と矛盾するかもしれませんけど、うん、やっぱり動画をいくら見ても、うんうん、生の体験とは全く違いますよね、うん、そうですね、不思議なことに人によってその差は違いますけど、うん、音楽もパッケージメディアがまるで売れなくなってきている今、うん、ライブ体験による口コミこそが本物の広がりだと思います、うんうんうん、ぜひお客様が皆さん感動するステージを楽しんでくださいね、はい、リクエストカトマンズの皆さん、ナンブロールエ、来ちゃいましたね。いや、花束の素敵な世界、大好きなクロコダイルロックの独自なリズムとか聞きたいですけど、うん、今日は何でも OK です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。カナオさん、オンイワサイド、オンイワサイド、はいはい、娘のに作った歌だね、あれね、オンイワサイドね。でも何でも OK です。はい、ありがとうございます。で、PS、今晩は1年ぶりにしゅんさんに会ってきます。将軍オブザブルースのギターをいっぱい楽しんできます。菊田俊介さんですね。今ね、九州ツアーですね、うん、今日は博多かな、じゃあね、まあ、こうやってね、ダイレクトに今晩のライブが菊田俊介さん、ね、まあ、この番組にも来ていただいたんですけども、はいはい、その将軍オブザブルースのね、あの菊田俊介さん、今日今晩ライブだっけ。今晩ライブですね。今晩あのどこ、BB ケンちゃん、 BB ケンちゃん、ああ、はい、BB ケンちゃん、僕も行きました ね、 ね、皆さんよろしく。ケンちゃんもね、昔の仲間、音楽仲間、博多のね時の、今お店をやったり、まあ、自分でもまたプレイしてるんだけども、博多の人たちってね、やめないからね。やめない、絶対やめないから本当に何やってても音楽やめてるから、県民性、そうそうそう、そういう形。あ、皆さん東京ですか。東京、まあ、僕は千葉ですね。あ、千葉、僕ら千葉です。はい、なるほど、高校の同級生なんです、実は。そういうことなんですね、はい、高校からもずっと腐れ縁というか、なるほどね、千葉です。あ、じゃあ千葉って言ってもすごい近いもんね、幕張。な、近いです、近いです、ね、なるほどね。加藤さんはどこですか。僕は東京は大学から来たんですけど、もともとは山口県の岩国市というところで。山口なん、本当おいでませ山口あれはね、山陰の方なんだ。あ、本当地方どっちかと違う、もうほとんど広島弁です。岩国、あ、邪険みたいな感じ、はよ今回なとか。あ、そうなんだ。すぐ怒ってるかとか聞かれたね、最初はね。ああ、俺もだって喧嘩してるかと思われても博多弁喋ってた。筑豊でしょ、しかも。何が筑豊なんですか。
気が荒いところ。そうですか。僕の親父が、久留米の方です、ね。あ、そうなんだ。はい、近いです、ね。そうかそうかそう。本当。なんかみんなこういう話してるとね、なんか、うん、楽しくなってくるけども。ということでね、カトマンズ今日生演奏、行きましょうか。続けて。何行きますか。花束にしますか。花束。今リクエストがあった曲。はい、今リクエストしてくださった。ありがとうございます。あ、そうなんだ。じゃあそれ行きますか。はい、花束。はい、リクエストどうもありがとうございます。はい、ではフューチャリングこれも高橋誠で。助けを借りてるな。高いよ誠ちゃんが行くと。ただで。はい、キーは G でお送りします。はい。はい、俺やる。じゃあ行きますよ。はい。One, a two, a one, two, three.ドレスに包まれて女はウェーブになる鳥になる花になる木の実になるくすぐる男笑うへそ胸にかうずめる男ヘープの渦に合う花散ることを知らない女たち鳥になる花になる木の実になるね、楽しいね、音楽のね、素晴らしい、最高です。でも、咳込んでますよ。いやでもね、こうやってね、ライブっていうか、いきなりこうやって誠さんがね、素晴らしいと思いませんか。音楽が一番いいなと思うのはそういう時ですね。ね、こういう番組なんですよ。はい、どうでしょう。どうする。それ分かるよ、なんて言ってくれ。まあでもね、心の声な、楽しくね、自分たちが楽しくやるっていうことをね、おそらく聞いていらっしゃる方たちはね、やっぱり聞いてて仕事しながらでも楽しくなってくると思うんだよね。なんか最近ほら、俺これ生放送だから
あの書き換えとかできないのよ、改ざん、うん、改ざんがねちょっとできないんで、あのそういうこうあの嘘ばっかり言って、あの書き換えるようなねことはもうできないわけ、旧シート改ざんみたいなねこれできないんで、これはあの楽しいですよ。もうこれ改ざんはいくつぐらいからやめたんですか。何が改ざんする改ざんはねもうね、あのちょっとあの覚えがないけどいやでもねやっぱり正直に行きたいよね、なんかね、いつから正直で、うん、いやなんかね、あのこうやってねやっぱ楽しかったりとか、みんなと出会ったりとかっていうことは楽しいし、なんかあのその音楽、主に音楽を通じてなんですけども、やっぱりいろいろほら大変な世界じゃないですか、音楽も役者さんもそうだしね。でもやっぱりそうやって生きてるいろんな、まあ、職業を持ちながらでもね、あの楽しい音楽やられてる方をねできるだけ紹介したいと思う ね。そしたらほら誰が、俺だってこの番組をこうで歌ってて、ロンドンに招待されてロンドン行ってきたもん。いやだから海外の人もね聞いてくれるようになったのよ、素晴らしいですね。あの番組始めて4年ぐらいしたって、あの要するにインターネットで聞けるようになって、サイマルラジオ、はいはい、それで今スマホとかでも聞けるじゃないですか、うん、だからただチャンネル合わせてくれないとあれなんだけども、うん、コツコツやってたら結構ね伝わるんだよね、うん、これ1年2年じゃねなかなかいかないのよ、さすが10年もう、いやいやあのねあの10年の力がやっぱり出るんだな、いいこと言うじゃないかと思うまあね、でもね、あのコツコツね、あのやっていこうと思いますけどもですね、いつまで続くか分かりませんが高島奥さんあたりはあのもういつもお元気でですね、はい、まあ、こうやってね、あのわけわかんない連中が失礼しましたいきなり会ってね、いきなりちょっとギター弾いてくださいとか言われていかがですか。俺ギター好きだからね、えいやあの素晴らしいですね、何のこう楽しい、なんか何も打ち合わせも何もないのにこうね、パッと弾ける、あの赤ちょうちんで横に座ったおっさんとパッと話が合うみたいな感じ、うんうん、ああそうね、いいこと言うね、なんか例えがねほとんど赤ちょうちんの世界になりますけども今日はね、うん、はい、私もう適当に生きてますからねいやいやいや、適当に合わせるのが好き、うん、だから本当だと結構ミュージシャンってこうデリケートだから、うん、僕も気を使ってんのこれでも、でもそのスタジオ入る前にね、あ、真子さんがね、今日はレギュラーだし、その入るんじゃなくて、うん、この3人のね、あの方たちだけの方がその安心するかなとか思う気持ちもあるんだけど、でもやっぱそこでこうね、だんだんそういう風に入ってきて、なんかまたいい感じになるっていうのも素晴らしいですね。人と一緒にやるのものすごい僕ら好きで、大好きで、ああそうなんですね。あの公園であのリハーサルとか、うん、練習やってると大体遠くからあの黒人がまっすぐこう、うちらこうやって向かって目指して揺れながら歩いてきてこうあそう、俺も混ぜろと、あなるほど、ね、太鼓を叩かせろっつって、なるほどね、叩かせろっていうかもう歌いながらこう近づいてきて、あ、ね、あいいかもね、うん、だから加藤までもね本当にこう頑張って今、まあ、レコーディング中なんですけども、はい、まあスムーズにいってね、それもまあライブ先ほどもね、あの博多のみっくんが言ってましたけども、やっぱライブを聞きにね足運んでもらうっていうのが一番ですけどもね、あの近いところのスケジュールありますでしょうか。ないね、じゃあ、いや、ありますよ、4月1日です、4月1日に、1日、はいはい、1日にあのちょっと、僕 の, あの、うん、お店で、そうなの、春 の,、はい、あのお花見昼飲みっていう、こうイベントで、ちょっとこう、なるほどね、日曜日にお昼から開けて、いいで、ね、であの近所に、都立大の駅前にちょっとお花見できる、うん、並木があるんですよ、飲み側の桜並木、うんうんうん、まあ、そこに行ったり、うん、お酒持って行ったり戻ってきたり、まあまあそんな感じで自由にこう来てもらえれば、都立大なんですね、でそこでライブを、あ、都立大の4月1日、はい、田中書店でしたっけ、渡辺書店、あ、渡辺書店、絶対に渡辺書店、本当だからね、覚えてないから渡辺書店、あ、そう、渡辺書店ね、田中、失礼しました、渡辺書店ってどっから来たの、あ、僕の名前が渡辺渡辺直人、さすがですね、いやだから直人マンってしか分かんなかったね、渡辺さんね、渡辺書店、そうです、そうです、うん、そうなんですよ、都立で、それお昼からですか、
お昼からです。12時から開いてます。チャージとかあるんですか？チャージはないです。あの、お気持ち、投げ銭をちょっと。あ、投げ銭はいいですね。はい、そっかそっか。僕もたまにやりますけどですね。うん、4月1日ね、楽しみ。その後とかはないの？あの レコーディングはちょっと詰まってるので、うん、あ、そっかそっかそっか、うん、ちょっとライブ入れてない。今まではね、月5本ぐらいとかやってたんだけど、うんうんうん、もう夜はお店になっちゃったから、この1年ぐらい、うんうんうん、ちょっと減らしてはいるんですね、うんうん、でも2本ぐらいはやってたんですけど、うんうん、ちょっとレコーディングを先にやろうと思って、うんうん、なんせ進まないんですよ、うん、これもアルバム先行シングルの予定だったの、うんうん、これから4年ぐらい経ってますからね、うんうん、まあでもあの、まあ、ゆっくり時間がかかってもね、いいものが作れればね、素晴らしいと思いますけどもですね、頑張ってほしいと思います。今日はね、カトマンズのお三方をね、お客様に招いておりますけどもですね、山田さんどこ行っちゃったね、うん、CD がすごい番組なんですが、ありましたか ちょっと CD 聞きながら話す、はい、なんかせっかくだからね、これじゃ あの3曲目の方が話はしやすいかもしれない。あ、そうかそうか、ゆっくりした曲、あ、ゆっくりで、ハタリーっていう曲をちょっと聞いてみましょうか。これはアフリカの言葉であれですよね、危険な旅。な、俺を見ながら自信なさそうに言うんじゃないよ確認しないですよ大丈夫でしょうか？そういう、はい、じゃあ聞いてみましょう。ということでですね、これ、ハタリっていうね、カトマンズのハタリ、ご紹介しておりますけども、このハタリっていうのはどういう意味なんですか？スワヒリ語で、うん、危ないとか危険な旅とかそういうようなので、うん、だから密林だけじゃないけど、まあ、いろんな危ないところをこう言ってこう言って、うん、何が待っているのかな、うん、というような、うん、これさ、うん、あのあれですね、 YouTube あるんだったら、うん、あれなんですけど、これジャケットもですね、うん、こう開く開く開く、うん、開くシマウマこう開く、うん、歌詞になっている。サソリもいます。サソリもいます。サソリとかサソリのダンス、サソリのダンスとかあるんです。まああの QI のダンスなんですけど、うんうんうん、そんなの
見たりとかしながら、こうサビがまたねしびれんだよね。サビだけ行く？ダメだよ。俺の部屋に来てんじゃないんだから。あ、これ面白いね。これシマウマが来て。あ、可愛いね。これデザインは誰ですか？まあ、デザインというほどのものじゃないですけど、私が。あなたの。いろいろ、うん、いろいろね。あ、これが公園で。あ、この公園ね。ちょっと若いんだよね、やっぱ今よりな、なんとなく。うん、張りがあるよね、なんか。全体的に。あのさ、応用聞こえ。天気もいいですしね。あ、これ。これ、あの、カズーです。カズー。うん、数を使う曲も結構あるんです、ね。うんうん、じゃあね、生演奏ちょっとこれでね、また行ってみますか。何をやる今日？数使いますか？使うやつ、なんか長いんですよね。うん、ラットも歌いますか？じゃあビートルズやりますか？あ、ビートルズ、うん、はい、ビートルズそんな長くないよね。うん、長くない、長くない。ビートルズ、あ、いいね。あのね、あの、これはじゃあ、ね、ナオトマンが歌う。あ、僕歌います。あ、ほんと。じゃあ俺セットするからいいよ。歌詞わかんないとつまんないんで、なるべく日本語にしてるんですよ。うん、あ、日本語、うん、あ、いいね。ほう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 。あ、いいよ。じゃあ真子さんも気が向いたら。じゃあ、いかないんですよ。やばいよ、もう救いは求めてる。俺今真子さんに言ったね。じゃあ、あのビートルズ行きますか。ビートルズいいでしょうか。行きましょうか。はい、Here, There, and Everywhere。 はい、日本語でいいね、なんかね。なるほどね。
で、あのカバーとかも結構日本語でやってますかね。やってますね。ほとんど。7割方かな。でも、でコーラスがまたね素晴らしい、うん、綺麗だね。カノさん褒めたね。たまにはほら。いやもうコーラスこんな褒められる。素晴らしい。いや俺コーラスができないもの。俺コーラスやってもらったことあるけど、うん、コーラスしたことがあんまりないから。カノさんリードボーカルだもんね。うん、また素晴らしいんですよこの歌が。それ褒めたね。それはもうみんなで褒め合うよ。お前コーラス。それはそうそう。褒め合わないと。本当飲み屋に来てるみたいな雰囲気がありましたけど、今日ねあのちょっと話が変わりますが、早速ねあの放送局にねあのなんか来ました、ね、これおまんじゅうじゃないんですけどもですね、食べ物金目白音楽魂金目白様ということでね、これ三和さんっていうあの福岡の方ですね。うん、あの今度ね、あの5月にね、あの福岡の、歌姫、三和さんっていうね、方がね、あのフラットンカンティーナですね。これ来ますね。あの赤坂フラットンカンティーナのこれチラシをね、あの送ってきていただきました。ありがとうございます。これはね、5月4日で5月4日金曜日なんですけども、5月4日のゲストにね、うん、あの福岡から、三和さんとあと涼さんギターのね、うん、来ていただけまして、その夜ですね、うん、赤坂フラットンカンディーナでライブをやるということになりました、うん、これゲストゾウダ君ウルフ、うん、ウルフ久しぶり、あのタップダンスを踊りながらブルース弾くのよね。知ってます、ウルフね、うん、あのそれでね楽しくちょっとあの今度やります、うん、あのフラットンカンティーナということでね、よろしくお願いいたします、自分たちのね宣伝もちょっとしておきましょうか、24日、はい、4月の24日、はい、3月でしたね。3月の20、自分のことになるとね本当にいい加減になる。あ、来週じゃない、3月土曜日ね、24日、これは、南林間ハイダウェイ、これはバンドでやりますね、はい、あ、そうそう、あの浅田さんが、あの新ランドロケットの浅田君と、まあ普段ちょっとやってるんですけども、ちょっと出れなくなってですね、ごぼう鈴木さん、がドラムで、高島誠さん、松下俊美さん、で加納義郎で、あとね、これ秋井さんっていうね、幸次郎さんっていう、あのベースですね、あのまあ結構ロックバンドの、あのベースだったり、僕も友達とバンドやってたりするのね。そうなんだ。そうなんですよ。それでね、初めて今度その方ともやりますけども、お楽しみいただきたいと思います。これ3月24日、はい、南林間、はい、31日、はい、31日もありますか、スモーキーね投げ銭、これはウォッカのたけしと僕と、松下俊美3人でやります、はい、よろしくお願いいたします、ね、4月1日もあるんだよね実はね。1日、4月1日マコさんハワイでしょ。はい、いやいやハワイじゃない、俺帰ってるよ。もう、もう帰ってるの。もう帰ってきてるよ。 あ、うん、あそこだよ、どこだっけ、自由マルディグラっていう自由が、なんかそこはねやる、あの、あ、そうなんだ、ゲスト、あ、急遽ねそこにちょっとなって、うん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 、それはですね、浅田くんがベースで、ごぼうさん、うん、4月1日っていないでしょ。いるよ、だからあ、いるって。ハワイに帰ってきてる。俺だってもう30日には帰ってくるよ。帰ってきてるの、うん、あれじゃあ31スモークもいたんだ。うん、でも31話で俺ライブ入っちゃってるから。4月1日も入ってる？入ってないよ。4月1日僕とじゃあ入ってんじゃないの？え、何が、ちょっと待って。あ、入ってないか。もうさ、いいか。それ後で話し合いましょう。そうかそうか、マコさん意外と思ってたわ。俺いるってば。マジっすか。うん、ちょっと待って。あ、俺頼んじゃったかもしれない。勘違いした。あ、もうだから何にも入ってないよ。本当。ということでね。どういうことですか。ドタバタでしょ。ドタバタでしょ。これが10年続く秘訣ですよ。さすがですよ。俺ちょっと適当に先ほどのリクエストをねちょっとやりたいと思うんですけどもですね。おにょさん。おにょさん。キーな、なんですか。A です。A です。ちょっと待って。はい。おにょサイドっていうね、博多のミキさんの。リクエストにお答えしましょうか、これはね、父親のために歌った歌は風の中で立てっていうのがあるんですけど、これはね娘の、のために作った歌で、やってみましょうか、
チューニングは大丈夫いきますか。オンニューサイドでしたけどもですね、ねえ、またコーラスとかもたこうパーカッションがもと出替えの感じが出てますよね。
ということでね、今日はね、あのカトマンズの、うん、お三方ですけども、いかがでしたでしょうか。いや、楽しかったですね。楽しかった、ありがとうございます。本当ですよ。本当に道に迷いましたけどね。あ、本当に、あ、そうかそうかそうか、北出口がまた分かんなかった。北改札がね、あの遠い、あ、そうそう、JR で来たら分かるんだね。そう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 、北改札っていうのを間違えないようにしないと、とんでもないとこ出ちゃったりするんだよね、うん、これね、うん、こんな北口ね、こんな大きい町だになったんだね、うん、そうそう、昔はね、もっとあれみたいな、うん、僕はあんまり知らないんだけど、そのね、もうあの人口もなんかすごいね、ビルが立ち並んでいますけどもですね、うん、ということで今日はカトマンズのね、うん、お三方ですけども、うん、渡辺さんいかがでしたか。渡辺さん覚えたわ。ナオトマン。ナオトマンね。だからいろいろね。渡辺なんですか。まあこっちも渡辺なんです。はい。別に兄弟とかじゃないです。え、そうなんだ。僕も渡辺と申します。そうでしたか。ここの村には、ま、渡辺が80人ぐらいいる。なるほどね。あの本当にね、こうやってね、素敵な楽しい聞き流すから全然聞き誰も拾わないうーんとか言いながら、楽しいひとときをね過ごしてきましたけどもですね、もう一度そのライブ、まああれ、あれ、あ、違う違う、あのレコーディングっていうのは、あ、エアプレーンとは違うの。あそこは彼の方が話が詳しいんです。あ、そうか、うん、あ、そうなんですよ。だ、まあ、当初はそのエアプレーンっていう、レベル、うん、で、あのムーニーさんとかね、うんうん、確か宇宙美さんとかも、はいはい、なんかそこから、うん、そうですね、うん、あ、もう一曲なんかできそうな感じだけど、不良中年俺やろうかな、俺歌っていい、なになに、不良中年のすすめって歌があるの、はいはい、あ、もう不良中年ばっかり、できるな、俺が歌いたいなって、そういう あれだね、うん、歌ったらいいと思うよ。いや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 、あ、もう一曲いきますか、じゃあちょっと時間が余っちゃって、はい、ごめんね、あの加藤もなんかコードありますか、マコさん、俺持ってないんだよ、あ、不良中年いいですね、あの、いい、なんかあの、うん、あの、これは使えない、わー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 言ってくれ、あ、じゃあ、じゃあこれ使うか、カズー使って、カズーで、まあ、わー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 言うわ、これ急いでお願いします、巻きでお願いします、巻きでお願いします、あ、ね、これがいるな、これがいるな、これでギターはだってほとんどあれだもん、うん、いや、いいよ、これでやろう、巻きでお願いします、巻きでじゃあ一番、うん、いい、あ、いいかな、いいかな、最初はいい、あ、A だね、いいよね、最初だけにしよう、ワン、ツー、スリー、フォー、ナー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 、生まれても消えられても、叩かれた分だけ強くなれるのさ、嫌われても逃げられても、これはめげないぜ、振られた分だけ強くなれるのさ、あなたに首だけ、oh.
はい、ということで、楽しい時間を過ごしてきました。今日のお客様はですね、カトマンズのお三方でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。高嶋さん、ありがとうございました。松下としみさん、ありがとうございました。動画の聞きさんもありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time。あの人は今はない。